ノルウェー連続テロ事件は2011年7月22日に白人の極右の男がノルウェーの首都オスロにある政府中枢部首相執務室も含む庁舎軍で爆破テロを行い庁舎を破壊し8名を殺害し続いてウトヤ島で労働党の青年69人を銃で殺害した連続テロ事件である2011年7月22日オスロにおいて 行政機関の庁舎が爆破され、続いて宇都や島で、銃乱射事件が発生した。庁舎爆破事件により8人、銃乱射事件により69人がそれぞれ死亡しており、両事件で77人が死亡した。ノルウェー国内において、第二次世界大戦以降の最悪の惨事とされている。ノルウェー警察当局により、両事件は、極右思想を持つキリスト教原理主義者の案内種。 ベーリング・ブレービックが起こした連続テロとされている。実行犯は、ノルウェー防衛同盟に一時所属し重要な役割を担っており、イングランド防衛同盟の関係者と面会するなど、国内外の極右組織と関係があり、同人が、ノルウェー内外の極運動と接点を有していた、ことから、極運動によるテロとされている。車事件での死者には、 皇太子費の議形が含まれていた。さらに、ブレービックは移民の受け入れを推進した、グロハーレム・ブルントランと元首相も殺害しようとしていた。2009年秋に、ブレービックは爆弾製造のための爆薬や化学肥料の入手を目的として、鉱山会社と農場を購入、ノルウェーのネオナチサイトを利用しそこで、 自動車爆弾の製造方法をやり取りし、2011年5月に、ブレービクは爆弾の材料である肥料6トンを購入し、80日間をかけて安保爆薬を使用した爆弾を製造した。また、ノルウェーでは余暇に行う狩猟や射撃のために銃を所持することは認められており、ブレービクも認可の元拳銃と自動式ライフル銃を所持していた。 ブレイビクは2011年7月17日にツイッターに犯行決意を書き込み2011年7月22日の犯行直前2514ページの文章ウェーブに公開。自らテンプル騎士団を自称し巡視作戦を書き連ねた。破壊された庁舎クローズアップ写真2011年7月22日午後3時半。 ゴロ首都オスロの中心部にある17階建ての首相府及び、ホーム、警察省庁舎付近でブレービクが仕掛けた爆弾が爆発した。建物最上階には、首相府があったが、ストルテンベルグ首相は執務室におらず、自宅にいたため無事だった。この他石油、エネルギー省及び、貿易、産業省庁舎で火災が発生するなど、付近の建物が被害を受けた。 現場は、ノルウェーの行政機関の庁舎が立ち並ぶエリアであり、主要市、ベルデンスガング本社の近くでもあった。爆発が起こったのは、金曜日の午後であったが、バカンスシーズンであったため、被害に遭った建物への出勤者は少なかった。事件直後に警察によって、付近の道路が全て封鎖されたほか、市民に対しオスロ中心部からの避難を指示した。 ブレイビクが仕掛けた爆弾は車爆弾であると見られ、爆弾の重さは約950キロと推定されている。なお、爆破は複数回起きたと報じられていた。オスロ近郊にあるウトヤ島では、ノルウェー労働党青年部の集会が行われ、10代の青年約700人が参加していた。ブレイビクが警察官になりすますためにウトヤ島で実際に身につけていた。 偽造の警察身分証。逮捕後に警察が押収した実物。政府庁舎爆破事件直後に、ブレービクは、タクシーで、ウトヤ島の近くまで行った後に、警察官の制服に着替えて、警察官になりすまし、ボートで島に上陸し、爆破テロ捜査を口実に参加者を整列させ、午後5時頃より、銃を乱射した。ブレービクは、 確実に殺せるよう各人に2発ずつ撃ち込んで殺していった。島にいた青年たちの中には乱射から逃れるために島から泳いで脱出する者もいた。また宇都や島で亡くなった69人の死因のうち2人は銃撃を受けておらず溺死によるものであった。また島からは爆発する前の爆弾が発見されておりさらなる被害拡大を狙っていたとされている。 翌23日には、同等党首であり、かつて同青年部の代表を務めたこともある、ストルテンベルグ首相が、現地入りすることが予定されていた。銃乱射事件の直後に、ブレイビクが逮捕された。ブレイビクは所持していた銃に、大量の弾丸が残っていたが抵抗しなかったことや、逮捕直前に警察に投稿する電話をしている、ことから、銃撃戦を回避して生き延びて、 自分の心情を法廷で訴える狙いがあったとされている。事件直後は、ノルウェーの政治中枢がテロの標的となった要因について、当初、犯人のブレービックと同様の右翼的な考え、つまり、文化圏の異なる人々を悪者と決めつけ妄想を、たくましくする下記のような言説が流布した。なお、事件直後に、イスラム過激派のウェブサイト上にて事件への関与を、 ほのめかすメッセージが公開されたが、直後に関与を否定している。ノルウェーの検察当局は、7月23日、反テロ法違反を呼び、計画殺人の罪でブレイビクを起訴した。7月25日、交流延長について尋問するため、オスロ地方裁判所に出廷。ノルウェーでは、国民の知る権利のため原則裁判の審理はすべて公開されるが、 ブレービクにより法廷で思想宣伝されるのではないかと市民から懸念が大きいこともあり真理は非公開になった。また慣例である真理冒頭に行われるメディアによるブレービク本人へのインタビューも行われなかった。ブレービクは公開心理を要求していた。ブレービクはイスラムによる乗っ取りから西洋を守るためを動機として 反多文化主義革命に火をつけることを挙げ、非道ではあるが必要なことだったと主張して、無罪を主張した。また、自分の組織には、あと二つの細胞があると共犯者の存在を示唆した。審理は、約40分続き、警察が求めていた8週間の交流延長の許可を認めた。8月13日には、うとやじまにて、現場検証が行われ、 ブレービックが犯行を再現している。11月14日の審理では犯行を認めたものの有罪にはならないと主張。11月29日にはブレービックが統合失調症である鑑定結果が裁判所に提出され裁判は行われない可能性が高まった。鑑定は二人の精神会が延べ36時間にわたり容疑者と面会を行い容疑者は 犯行時も現在も妄想の世界で生きていると判断され、責任能力がないと結論付けられた。この鑑定によって、ブレービックが収監されず、精神病院で治療されるに留まる可能性が大きくなったことを受け被害者の遺族が反発し、2012年1月に裁判所は再鑑定を命じた。鑑定が続く中、ブレービックは3月7日にテロを呼び、 殺人容疑で起訴され、4月16日に公判が開始されることとなった。公判では、ブレービクの精神状態が最大の争点となり、検察側は、ブレービクを精神病療養施設へ強制収容するよう主張したが、ブレービクは精神病ではないと主張し続けた。2012年8月23日、オスロ司法裁判所は、禁錮裁定10年。 最長21年の判決を言い渡した。これはノルウェーにおける最高刑である。このため裁判中は廃止された死刑制度の復活や無期刑の導入が呼びかけられるなどの影響が出たほか、司法当局が2011年7月26日にブレービクを人道に対する罪で起訴する方向であるとも報じられた。地元警察は、ウトヤ島での事件の通報後、 現地到着に約1時間を要したことについて批判を浴びた。警察はこのことについて準備する間がなかったとしている。そしてオスロ警察のスワットの出動要請をし、それを待っていたことや当時等の状況を把握できなかったと述べた。一方、オスロ警察は近郊の田町から持ってきたボートで島に上陸し、ブレービクを逮捕した。 移送に合うボートがなかなか見つからなかったり上陸に使用したボートは小さくて装備も人も多かったため定員超過していたがそのまま使用状態も良くなかったこの他特殊部隊移送には警察ヘリが適しているがそのヘリには飛行時間の制限がありその一機しか所有していなかったノルウェー公共放送のテレビ NRK は警察到着までに自社ヘリが 島上空に降り、逮捕前のブレービックを撮影している。警察の書道が迅速であれば、結果が変わったのではないかとする報道について、警察幹部は、公平ではないとした。書道に問題がなかったか調査するとしたものの書道は、満足しているとした。裁判と、並行して、独立検証委員会による、事件調査が行われ、2012年8月には、 事件の防止は可能であったと報告した。警察の対応を批判し、これを受け警察トップが辞任する事態に発展した。2011年7月26日夕方、オスロにて、事件の追悼集会が開かれた。参加者は少なくとも10万人。イエンス・ストルテンベルグ首相や法婚王大使も参加した。テロ事件発生により、ノルウェークローネは、 US ドルに対して下落。また、リスク分散のため金先物市場で金が買われた。ありがとうございます。